チーチャンネル始まるよ。はい、ウッチーです。じゃあうるさいって。じゃあ本当うるさいって。静かにして。これねー、邪魔やりにくい。ちょっとスイッチ切るね。うるさいわって。これね、いい直輔さんとネタを丸パクリさせていただいたんですけど、こいつうちのペットね、昨日買ってきたんですよ。かわいいでしょ。コロナウイルスのせいでもう外に全然出られません。実際本当に怖いです。というわけで、以前もずっとやってたんですが、家での料理をちょっとやってみようと思います。簡単料理です。でも美味しいです。多分。それでは、どうぞ。はい。今日はこちらのメカブ。色が分かりにくいかな。まだね、新鮮で真っ黒です。これがどんどん変身していくので、ちょっと見ててください。煮終わったらすぐ氷で締めましょう。今日ね、ちょっと氷がなかったので水で締めてます。こんな感じですね。はい。先ほど湯通ししたメカブ、もうね、ネバネバ粘ってますよ。ほらほら、うわ。さてメカブ、こうしてね、真ん中はあんまり美味しくないんで、葉っぱだけ使います。こちらもね、芯はね、美味しくないんです。よいしょ。うわー、滑っちゃって切りにくい。うわー、よいしょ。こんな感じね。よいしょよいしょ。もうね、包丁がこう糸を引いてますよ。はい。そしたらこれをね、切っていくんですが、これね、早送り系か、早送りだな、こんなもん。散々切ったら、この縦側ね、もう叩く、もうやたら叩く。今日相方がいないんで、奴のことを思い出しながら、恨みと憎しみを込めて、あいつさ、ウッチーのチャンネル。叩き終わったらこうして手頃なボウルで調理をします。もうぜいぜいいっちゃいますよね。叩くこと3分ぐらい。もうすごく粘ってます。おお、掴めない。こうして
掴めないしね、これ大変ですね、掴むのも。ラチあかんな。こんないいものがこれでいきます。クッキー作ったりするときのヘラですね。これがあったらよかったのに、最初かって感じですね。飛んじゃったらいいですけど。はい、こんな感じになりました。そしたら白だしを加えます。分量は目分。そしたらゴムヘラで、ゴムヘラでこらかけ混ぜます。しっかり混ぜます。そしたらご飯を注ぎます。僕は少なめでいいんですけど、今日は吉野家。はい、少なめですね。なるべく平らに近くしましょう。これだとちょっとかっこ悪いかな。はい、こんな感じ。そしたらご飯に惜しげもなくこちらのめかぶをかけていきます。これすごい量ですね。お玉一杯。うわー、ですね、これね。うわー、どんなに贅沢か分かんないぐらい贅沢ですね、これ。高が77。そしたら鰹節パック、何でもいいですよ、鰹節ね。もう上からガーっていっちゃいましょう。これがまずいわけがありませんね。完成です。うっちーのチャンネル。初めてなんですよ、これね。テレビで見て知ったんですけどね、この料理、めかぶ。食べていきましょう。うわ、うん、めかぶの歯ごたえはすごい。これいいね。これでビールがいけちゃうな。ビール欲しいな。うまい。これは行くしかない。行っちゃいます。最高だな、これ。めんどくささが気にならない方はこれね、絶対やってください。77円。これね、めかぶのパックでそのままだしを混ぜてご飯にかけてもいいと思います。例えばこの料理をアレンジするならば、糸引き連合を全部混ぜる。例えばオクラ、納豆、山芋、その辺をね全部混ぜたら、もっとねドゥルドゥルご飯ができます。
メカブはこれ歯ごたえがすごいいいのでプツプツってね、あと香りがいい。うん、本当にどんどん入ります。ウッチーのチャンネル放送の途中ですが、大志ヒロ君の結婚生活ブログさん、いつもコメントありがとうございます。いろいろやってますね、メントスコーラとか面白いですね。これからもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。じゃあねー。